はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、フリート高校のサクチャレのお試しですね。で、デッキの方は、カレンちゃんをまずお借りして、これ特攻さんでしょ。で、寺道くん PSR プライチで、特攻さんでしょ。で、他のキャラに関してはちょっと PSR のレベルの高さで特攻2にしてます。まあ、あの合わせちゃんだけね、一応彼女キャラ入れようかなと思ってきて、ます。で、合わせちゃんだけ少しレベルが低いんですけれども、フリート特攻ということで入れてます。ケンパチが PSR プラ5、ミオちゃんも PSR プラ5で、二宮に関しては PSR プラ4なんですけども、まあレベルが高い方ではあるので入れてきてます。で、これの編成は肩がとりあえず2人組めるでしょ。で、あと打撃も2人組めるでしょ。で、総力も2人組めるっていうようなところになってます。まあ、これで経験点をねどう伸ばしていくかというところにはなるんですけれども、最初はちょっとコンテナが4つあるんで、ここ行きますか。タックはなるべく早めに振りたいっていうのはあるよね。で、出航して、これどこがいい？エビル、エビル結構いいかもね。あ、俊英、俊英俺結構好きだからね、技術稼げるし。まあ、ちょっとエビルに行こう。4つコンテナ積むと63もらえるのか。まあ、これは初期に関してはかなり大きいよね。最初にさ、コンテナを8個積む意味がよくわかんないんだけど、そんなに積まなくてもよくないっていう。で、ハッチーのデートはちょっと悩むよね。ミオちゃんとこれ2人いるな、美味しい。で、お見送りボーナスも結構気にしていきます、今回は。で、合わせちゃんもなるべく早めに評価を上げてはおきたい。結構イベントで上がってはいくんだけれども、2人いるな、やろう。体力もちょっと少ないし。これで2つベルが溜まったんで、もうすでにタックが組めんな。あまねちゃんどうしようかな。やっぱ3種類は欲しいよね。3種類は欲しいっていうことを考えると、ちょっと1回これやっとこう。やっぱりね、ボーナスは大きいっちゃ大きいからね。ここは大田くん1234、二宮、ナマネちゃん、ハッチは多少ほっといてもいいんだけど、クリスマスが何よりしょぼいから、まあ、バレンタインもしょぼいから、ね、だったらミオちゃんの評価を上げていった方がいい。タックがまあ組める、最初にしては悪くないね。最初にしては悪くないから、カロリー一回使っちゃおう。これでもう次出航だな。闇のが練習できなかったけど、まあ、ピッチャーキャラだからね、しょうがない。助っ人剣道、これ何がいいんだろう。全力で応援してみよう。まあ、結構よくね。で、まあ、いいのがあるわけではないので出航しちゃいます。さて、ここで、あ、これでかいな。波動高校ボーナスだけ考えると波動がでかいね。こっちにしよう。目の前のボーナスに釣られていく。で、合わせちゃん頼む。これよし、コケると失敗だからね。成功するとかなりでかい。合格打法もらえるし。で、ボーナスでしょ、これ両方つくん でさらにお見送りが2人ついて、で、彼女ボーナスもつきます。でかいね。いや、やっぱり彼女キャラ重要は重要だよな。これ何がいい、ソウルにしとこう。
10月の段階で結構経験点自体はもらえてるからね。ちょっと600あるし、全員で揃えよう。印象は結構稼げてる。筋力が全然。オールイーンにして、でそこから伸ばせるのがまず走力だと。でさらに呼吸も1段階伸ばせて、周囲も伸ばせて、肩も伸ばせる。で一応タックが組めて、水鳥がいるね、悪くない。あっ、ちょっと寺道くんも上げられる。で合わせちゃう。ミオちゃんもいるな。これちょっとやろう、無理やりだけど。そんないいかって言われたらだけど、初期段階にしてはいい練習だよね。2回くらいはちょっと追加を起こしておきたい気がする。金原、3種類にはなるからやろう。ちょっと待って、ここ。いや、大したあれじゃないな。大したあれではない。ちょっと、早々におさわらするか。で、あるとすれば、ここは結構筋力だな。ここ、技術。俊英だな。さて、ここで回復して、OK。ボーナスつくでしょ、お見送りがつくでしょ、若干少ないけど。で彼女ボーナスつくでしょ。あ、2種類くらいちょっともらいたいよね。彼女ボーナス、寺道反論する。ちょっとなんでこういう事態になってるのかをよくわからない。俺にはカナスマがいるね、小平くんがいるね、ここはミオちゃんがいるね。ちょっとミオちゃんそろそろ彼女にしたいというのがあるんで、コツをください。よし、パワーヒッター。でメンタル、ちょっと人がいない。サイガー、ミオちゃんまだか。1回くらい寝る。でベルが溜まっちゃうでしょ。だからベルが溜まる前に野手キャラのレベルを上げたいんだよね。二宮一人、サイガット監督とミオちゃんがいる。こうハッチのコツもあるのか。ちょっとどっちがいいかって言われたらどっちもいいな。どっちもハッチはもう最後の方に彼女にする感じでいいんで。カップ紹介する。で寺道、これ何がいいんだろう。厳しくすべき。いや、なんか経験点だけの違いか、ちょっと俺には理解できない。小平くん、ハッチ、ミオちゃんがまだ、小平、周囲は多少長いしそうだな。流し打ち持ってくれ。俺の今体力がないんだ。ちょっともう一回寝よう。誰か俺に告白をしてきてくれ。ミオちゃんはとりあえず乗った。てか合わせちゃまだじゃん。だから告白してこないのか。外野手、7。いやー、2人いるな。小平、19%。ここ3種類はないね。
か彼女いないからいっか。もうちょっと追わないとダメか。デッキに行こう。評価上がるから寂しすぎる。で二宮小平くん、よし、これで3種類で、ちょうど出航タイミングになったんで、ここは体力を回復させよう。健康に過ごして大吉全開にはなった。ちょ、見るだけ見る。災害あげられんな。あげてこう、ついでに。降格で、ここは何してた。ん、これはとりあえず強化上げてこう。一個なくなって、いやー、まあ悪くはないけどな。悪くはないけど、良くもないけど。で、あとちょっと守備上げとくか。総力も上げとく。ちょっと思考の外野飛ぶために何が必要なのかよくわからない。で、タイムオーバーバンプ。売り値的にはまあここだよな。こっち行こう。 SGSG ボーナス、はい、はい、全経験点27。からの6、桜の実。僕的にはもうって感じだから、こっち。こいつ何をチャンスなんて持ってんだ。いや、気が下がった。で、マネージャー適当、冷静。ちょ、肩が組めるね。一人か、微妙だな。ハッチがいるんだけど、ハッチのところはイミキがいる。ピッチャーがいるときはなるべくやっといていいと思うんだよね。告白が来た。付き合おう。やるしかない。で、桜の宮もいるか。ここはレンジャーもいるね。ってことはちょっとこっちにしよう。で、評価的にはミオちゃんの方が評価高いんだけど、これ絶対ハッチが来るでしょう。だって彼女だもん。消防キャンディー広角打法、これ広角打法も5だよね。で、肩、桜の宮がいけんな。やろう。これでもうおさばらでいいかな。これは特に勝手に進むだけ。エースキラー1でしか取れないんだっけな。ツボケンか、やろう。ツボケンはやる。経験値高いから100超えるからね。で、また見る。悪くなくない。悪くない。パワーも別に上限があるわけじゃないから、一応これさ、この編成って5上限アップなんだね。呼吸が足りない、精神が足りてないのか。やろう。内野安打を
頼むぞって言っても別になんだけど、ダメだ、失敗した。で、何もないからもう出航します。で、ちょっと偏りすぎてるよね。で、体力なくて何にも練習がないときはもうデートだな。ここの経験値がちょっと少なすぎる。あっ、窮地。おお最後に乗るんだね、彼女ボーナス。どうする、やめとこう。別にやめておいたところで経験点はかなり高いからね。肩が結構活躍してるな今回。ちょびちょび経験点を稼いでる気がする。ファウルカード、プロテイン。ラハッチのイベントがね、ちょっとねあれなんだよね。うわ、合わせちゃん、じゃ人が誰もいないんだけど、こういう時虚しくデートするか。ハッチのデート対して経験ってくんないかな。でここは勝手に終わんだっけ、勝手に終わんね。で走力できるもんはやっておこう。意外に敏捷が足りてないか。経験点だけ見るとどうもくんでしょう。ここだな。チャンス。だコツはね、どん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 潰していくのがいいんだけどね。これ何、どっちがいい。打撃、これ直上げするんだっけ。伸ばせる、いや足りねえな、もうちょい経験点が欲しい。どーもくん、アーサーは筋力、ここだな。やっぱもう一種類だから欲しい。きた、筋力。これで3色。ってこれ、あ、そうか、打たない時もあるんだよね。ミート2が遅かったな。どう、いや、ハッチ結構重くないか、イベント数的に。いや、なんもねえ。てか合わせちゃん間に合うのこれ。てか告白してこないんだけど、どうなってんの。そんなに俺のこと好きじゃないのかな。そりゃ好きじゃないよ。いや、その代わり二股イベントは回避できたんだけど。微妙。まあ一回やるか。ここもおさばらしよう。早々に。特に来てるわけじゃないんで。待って待って待って。筋力意外にある。なぜだ。さて、ここがいいな、バンプにしよう。バンプだな。結局ドームくんしか来てくんない。大して仲良くなれなかったわ。でバンプボーナスで、はい。でお見送りで、はい。で彼女ボーナスで、はい。いいね、精神が足んなかったからね。さて650まで来てるんで、ちょっと一回精神を A くらいまで上げ切ろう。で筋力が少し余ってる。昨夜、じゃあ昨夜だな。
金賞36でセンター。じゃあいいや、コンピューターに任せよう。ここは自分で打ったからって言ってすげえ経験点が変わるわけじゃないからね。まあそりゃ多少の経験点でも伸ばしたいって言うんだったらさ、自分で打った方がいいけど、今はちょっとそういう回じゃないんで。安定して監督の評価とスカウトさんの評価が上がる。特にいいのがないな。ここは？いや誰かがいるわけではない。誰もいない。デート。てかさ、本当に青ちゃん何してんの？回復も回復しねえし。いないいない。ナイトメールさん2個か、なんかしょっぴーな。バンプで終わらせるか。こうなったら6月入っちゃったらね、もう次いけないからね。バンプで終わりそうだな。はい、勝った。ナイトメールさんとサクヤがいる。これは悪くない。あれ？っていうかさ、そもそもさ、ミオちゃんもさ告白してきてなくない？どうなってんだ一体。そんなに俺ダメ？俺そんなに魅力ない？フリートは最後あれが乗るからね。シモン乗るやろ。どっちでもいい、告白してきてくれ。不思議になって持ってたこいつ知らなかった。やろう。っていうかホーム突入はせめて潰しとくか。降格だ。ここら辺もやつともったいないな。ホーム突入、さすがにホーム突入は潰す。切り込み隊長、ホーム突入じゃない、ホーム死守だった。こいつ持ってんの。さて変えるか。結局さ、何骨格してくんないんだけど。しかも一番骨格してこなくていいよっていうケンパチだからね。筋力がだいぶ余ってんな。けめちゃくちゃ手に入った。これ溢れちゃってんだよ。我慢しよう。999ソウル。はいはいはい。俺はこの筋力をどうせばいいの。怪我しにくさでも取っとく。フルヒッターはさすがにいらんかな。だって本当はだからアーティストとか欲しかったんだよ。なんで一発逆転。4番取っとく。直取りしとこう。それでブースト抜けんな。ハッチ4回目。これ上にしてみよう。気持ちを伝える。結構経験点もらえたな。やっぱ上の方がよくね。その代わりあれなのかな、コツのレベルが低いのかな。気迫ヘッドなんてさ、コツのレベル低くてよくね。お待たせいたしました。4番の力を見よう。アーチストはない。エピローグ経験点があるだけだいぶ違うからね。早っ。
と重かった前イベ両方前イベだよね。前4とかだっけ。そうだっけ。いいよこんな日直の仕事なんて。ちょっとデッキ前でしょ前でしょ前でしょ後でしょ前でしょ。あ、前4かってかハッチが重いんだ。ハッチが重すぎるんだよ。なんかわっけのわかんないさ。どうしよう。やっとくか。プロテインのイベント数が多すぎるんだよね。こいつバントなって持ってんだろ。ひょくやくここから来てくれるな。とりあえず最後の経験点になってくれればいいや。でもさ、デートしてないから経験点っていうか評価が低いよね。よし、これは別にそういうもんだから。ちょ、ケンパチを割らしとこう。最後経験点そこそこくれたはずだから。うん、そうそうそう、オッケー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 。ミートが意外にまだだった。はい、いやだからケンパッチ入れてのマイオンが重かったんだな。そうだな、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で広川第9球投げました。ケンパッチ誰に返すか、レンジャーを誰にするからな。それちょっと考えよう。第2球投げました。レフト交代しました。三塁はレンジャーは、そう結局レンジャー PSR プラグのケンパチ入れようってなったんだよ。第1打席はレフトフライ打ちました。痛烈。デートしないにしても彼女にはしておかないとエピログ経験点にすらならないから。フリーと攻撃に入ります。この回の先頭バッターは広川。そこはよう反省だな。取りました。フリーとリードで迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面で広川ってか今日はホームランを打っています。第2球投げました。ボール一応勝ってるけどさ。第3球を投げた。俺の力ではなくない。投げた、はい、これはいい当たりだ。いったー、入った入った。フリッだとはまあ例によってね、サクチャレが始まったらどういうガチャが来るか、誰が来るかで最後何もないから、デートしてちょっとでも何かしらの経験点を稼ぐ。代打何もない。全然人がいねえんだけど。筋力の使い道も敏捷の使い道もアウトヒーター。ホグの奮闘そこそこだな。サイン打開ホーム刺繍安すぎる。広川投げた。あーっとー、ファイルバッテリー入った入った。フリーと勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁なんてことはいったー、入った入った。5回の裏フリーと攻撃に入ります。ま先頭バッターは広川、今日5打点を挙げています。孤軍奮闘。第2球あれ、孤軍奮闘ってどういう時、俺しか点を入れてない時に来るんだっけ。7回の裏フリーと攻撃に入ります、ね、トップバッターは広川。ここまで全打点、全打点を勝ってくるから、そういうことか。フリー打撃、あ、結構悪くない。あれどこだった、対戦相手が分かんないんだけど。
いや、みよちゃんが2回の裏フリーと攻撃に入ります。経験点くんないのは本当に痛いんだけど、もうケンパチよりミオちゃんよ。ミオちゃんラブだからね。投げた、アウトコース高め、ストライク。あとは柔道アンパンちゃんが出てくれれば OK。 第4球を投げました。これはいい当たりだ。宇宙間、柔道アンパンちゃんパワー上限はくっつかないかな。フリー、そしたらマジ神なんだ。ツーアウトランナー一塁という場面で広川、第2球投げました。もともとのさ、デート経験点がしょぼいからさ、国籍組はせっちゃん抜かして選手兼彼女キャラだから、それにイベント経験点がプラスされてもさ、大して経験点多くなんないんだよね。ミオちゃんはさ、もともと彼女キャラじゃないから、彼女キャラになった時にイベント経験ってめちゃくちゃ高かったけど、もともとの経験点が決まってる人はそこから毛の生えた程度にしか強くなってないからね。今日2打点を挙げています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました。あとどうしてもね、最近はやっぱり練習をしてその付加価値で経験点を稼いでいくっていうのが主流だから、あんまりデートにもね時間稼げないからね。デートしてればいい高校とかないから、やっぱり練習をしなきゃいけない。野球やってっからね、そりゃそうなんだけど。ハッチ、寺道、僕的にはちょっと技術が欲しいからな。まあいいや、経験的にしよう。サクチャレとはそういうものだ。いや、余りすぎてんな。2だ。かといって精神をあんまり使いたいわけじゃないから、まずちょっと精神を使わない。接戦でも20くらいか。速攻キャッキーセブンはまあ安いよな。本命生還取っとこう。ささやき破りめちゃくちゃ安いで、技術も別に余ってるっていう感じじゃないか。ハゲタカ取っとこう。エースキラーはちょっとだっけな。ロールヒッター、企画ヘッドすら取れない。切り込み隊長も取れない。代打ライアンダーオートも取れない。まあこんなもんか。あとは最後の試合経験点とエピローグ経験点、それを使い切りましょう。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で広川打った。これは強烈、普通にストレート投げてくるよ。入った入った。フリーとリードで迎える3回です。変化球もなんかすげえの持ってるわけじゃないんという場面で広川。こいつはね割と打ちやすい。第2球投げた、危ない球。ストレート速球中心なのかな。打ちました、痛烈、いった入った入った。ミオストレートはね打ちづらいんだよね。やっぱ速いから微妙にいかなかったし、広川芯がずれたか。フリーとリードで迎える7回です。いやでも今日満点は取れてるはずだから、試合経験点は。第2球投げた、これはいい当たりだ、いった入った入った。もう回ってこないよね。最後点取られてるし。ドラップ1で苦しい、全然くんねえわ。いやハッチはね少ないよマジで。少ない、ソークバースト増えだけど。こいつ結構くれんな。予想してたよりくれた。14,000-15,000に届かないくらいか。いやこれでもミオちゃんとさ、合わせちゃんがもうちょっと早く彼女になってくれてれば行ったんじゃないの。で、
しょ、もうあんまり関係ないんだけど、とりあえず呼吸上げられる、上げられんね。最高上限アップからの内野安打を上から取って、こうキックみたいと取れねえわ。飛脚ヘッド、エースキラーも取れねえわ。対エース筋力やたら余っちゃったんだ。不動の4番があれば不動の4番を取れたかもしれないけど、ではコツのあるやつを、じゃあせっかくだから潰していきますかと思ったけど、コツ取ってるやつ潰せねえや。じゃあ早急で、精神がそもそもなくなってんだね。レーザービーム、プレッシャーラン、アウトコースってな感じです。というわけで、ちょっと前イベが重すぎた関係で全然イベントが消化できなかったんですけれども、変えるとすればケンパチのレンジャー、ちょっとレンジャー誰がいたか確認してというところですね。まあミオちゃん外して誰か別のキャラにするか、まあ悩みどころではありますけれども、ちょっと変える、ちょっと変えた方がいいかもしれないですというようなところですね。まあそんなわけで、まあ、サクチャレも、始まりますので、まあ、ちょっと本番に向けて、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。